ウクライナ南部の都市ヘルソンに架かる唯一の大きな補給路となる、アントノフスキー橋をウクライナ軍のハイマースで完全撃破されたみたいだね。ロシア軍はこれによって絶望的に追い込まれたね。補給ができないことは戦いの継続不可を意味するからな。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がハイマースによりアントノフスキー橋を破壊したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍が侵攻開始して1年が経つわけだけど、ウクライナ南部のヘルソン州の州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川の西岸地域に展開しているロシア軍部隊を、ウクライナ軍がヘルソン州を二分するかのように流れる大河のドニプロ川まで押し戻した、ヘルソン市奪還作戦を振り返っていくよ。ヘルソン州内には、ヘルソン市近郊のアントニフスキー橋及び、そのすぐ近くに架かる鉄道橋と、ドニプロ川上流側の約 60km にある、ノバカホフカの水力発電所用にカホフカ貯水口を形成しているダム上を通る、合計3本の橋が存在しているんだ。それ以外の橋を目指すとなれば、ヘルソン市からさらに上流方向へ 200km 以上も離れている、ザポリージャまで入っていかなくてはならず、この3本の橋が通行不能となってしまえば、ドニプロ川以西20個以上の大隊戦術群 BTG が孤立してしまい、最悪のシナリオとしては餓死してしまうのでないかとまで言われていたね。このロシア軍の BTG 大隊戦闘群の兵隊は600名から800名と言われており、およそ10両の戦車を運用する複数の戦車中隊と、兵員200名歩兵戦闘車40台を運用する歩兵中隊の他に、砲兵大隊を霊下に置き、全般支援火力としてのロケット砲兵や防空砲兵、工兵までをも編成に含む、非常に高い火力を発揮する部隊であり砲兵大隊戦闘群と呼ばれるほどに特化した編成となっているぜ。数だけを見ると前線で戦う部隊としては歩兵が少ない印象も受けられるよね。これは下車戦闘を行う人員規模であり、BMP にあるいは BMP3 装甲戦闘車両を装備し、さらに BTG 大隊戦闘群には偵察中隊も存在しており、これらの部隊を通信中隊と電子戦部隊が全般支援する組織となっているぜ。この BTG が10個以上もドニプロ川以西に存在していたため、そこには8000人以上の兵力、戦車100両以上と400両以上の装甲戦闘車とともに、相当数の榴弾砲と多連装ロケット砲が配備されていたことになり、この強力な戦力に真正面から衝突することになれば、予備兵力も含めた総兵力で大きく下回っているウクライナ軍は間違いなく負けていただろうね。そこでウクライナ軍は、アメリカから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイマースに、誘導型マース通称 G マースと呼ばれる初限上 90km の射程を持つ精密誘導ロケット弾である。M30H または M31 を装填して、ロシア軍部隊への補給路として重要なドニプロ川に架かる3本の橋を通行不能にすることによって袋工事に追い詰め、いわゆる兵糧攻め作戦を決行したってわけ。そして、アントニフスキー橋は7月19日からウクライナ軍の10回ほどのハイマース攻撃により、橋上には複数の穴が開いて橋の構造自体も損傷しており、これによってロシア軍は戦車や大型の輸送車両を通行させることができなくなっていたよ。また、8月22日には SNS 上でアントニフスキー橋から炎と黒煙が上がっている様子が撮影された動画や画像が拡散されていたんだけど、これは橋の穴を修復したロシア軍の補給用弾薬を運搬していた輸送車両がハイマースではなく、攻撃型ドローンによって攻撃を受けたという情報だったんだ。このアントニフスキー橋のすぐ横に架かる鉄道橋と、上流 60km にあるノバカホフカの水力発電用のダム上を通る橋に対しても、ウクライナ軍がハイマースによる砲撃を加えており、そこでも貨物列車や大型車両が通行不能となっていて、2023年を明けた現在も3本の橋すべてにおいて大型車両の通行ができない状態だよ。8月14日、ウクライナ南部防衛軍のナタリア・フメニウク報道官がウクライナ軍は、ロシア軍に占領された地域への補給路を断つべく、道路や橋、鉄道などを破壊することで、
ロシア軍の輸送物流機能を大きく破壊することを目標とした砲撃を続けている。無論この作戦は、我が国土を占領する者たちに即時撤退を促すためとの明確な意図があると述べていたね。また、ロシア軍がドニプロ川においてバージ、いわゆる橋家を移動させているという情報がイギリス国防省から挙げられていたが、これは浮き橋を設置するためだったのだろうな。ロシア軍が通行不能となっていたアントニフスキー橋の脇で、フェリーを渡し船のようにつなげて運用していた動画が以前 SNS 上に出回ったため、イギリス国防省が伝えているバージの移動とは、その渡し船を指していたのではないかと言われているぜ。さらに、イギリス国防省はバージによって浮き橋を架けたところで、アントニフスキー橋と同様の攻撃を受ければ一瞬で崩壊し、ロシア軍の補給路が確保できるとは言い難いと言っていることから、ドニプロ川以西に止まっているロシア軍 BTG が窮地に陥っていた状況に変化がなかったことを示しているよ。そして、8月14日には、ヘルソン州の当局者が地元テレビの取材に対してヘルソン市内に指揮所を設置していた。ロシア軍司令部の大部分がヘルソン市を脱出してドニプロ川を東に渡り撤退したと述べていたことから、まさにウクライナ軍の反撃の成果と言っていいんじゃないかな。通常では考えられないことだけど、司令部が部隊を置き去りにして撤退していることから判断すると、この時すでにドニプロ川以西のロシア軍は苦境に陥っていて、それでなくとも低い戦意が放置されたことにより相当低下して死への恐怖も強まっていたと思われるよ。ここからウクライナ軍が、この士気も低下したロシア軍部隊に攻勢を一気にかけ、ウクライナ軍がドニプロ川まで支配領域を押し戻して、ヘルソン市を奪還したことにつながったのは言うまでもないだろうね。しかし、ロシア側はヘルソン州で、住民へのロシア国籍の付与や通貨ルーブルの流通などの同化政策を進め、2022年秋までに住民投票を実施してヘルソン州のロシアへの編入を企図していたが、ウクライナ軍によって補給路を断たれ、駐留ロシア軍の司令部を大きく後退させたことで、その企み自体が薄らぎ、中国や北朝鮮などを除いた諸外国からの承認は得られるわけもなく、ますます世界の中で孤立していったぜ。8月24日はウクライナが旧ソ連から解放された独立記念日であることから、激しい攻撃があるものと予想されていたけど、ウクライナ中部のドニプロペトロウシク州の鉄道駅がミサイル攻撃を受けたという報道があっただけで、それ以上の特別作戦が決行されることはなかったよ。この事件についてロシア国防省はドニプロペトロウシク州にあるチャプリネ駅で、ウクライナ軍の軍用列車に対してイスカンデルミサイルによる直接攻撃を実施し、ウクライナ軍予備兵200人以上の死傷者を出し、列車に積まれていた軍備充填を破壊したと説明しており、この軍用列車はロシアが完全制圧を目指す東部ドンバス地方の戦闘地域に向かっていたことを発表したんだ。これに対して国営ウクライナ鉄道では、このミサイル攻撃によって子供を含めた25人が死亡、31人の負傷者が出たと発表していて、すべてが民間人だったという情報を流してロシアの言い分と全く食い違っていることを非難していたけど、さすがにこれはフェイクニュースのように感じたよね。さらに欧州連合 EU の外相を務めるジョセップ・ボレル外交安全保障上級代表が、ロシア軍のミサイル攻撃は民間人に対する凶悪な攻撃であるとツイッターで投稿しており、ロシアによるミサイル無差別テロ行為に対して責任を追及するとの意向を表明していたんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。